皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。キングダムズリボーン、実況始めます。ままならねえ日々の続いた前回。具体的には木材足りない、薬草足りない、道具足りない。要するに何もかんも足りない。いろいろ足りないからなかなか新しいこともできない。いやしんどいのよ。人口が増えて税収も増えたおかげでコインは結構溜まっているんですけどね。金が全てじゃないってことを学んだのよ。交易口は建てたもののいつでも取引できるわけではありませんからね。次の取引までの時間がもどかしくてならないのよ。それでも少しずつ村は成長を続けています。7年目を迎えた村の人口は現在89人。大台の100人突破まであと少しね。前回は本格的に農業も開始、人口も増えてそろそろまた食料不足の影がちらつく今日この頃、農場にかかる期待も大きいですね。もっともっと畑を増やしてかなきゃなのよ。まあ増やそうにも木材足んないんですけどね。今回はまずそこから解決を図りたいですね。それでは7年目を迎えた村づくり、張り切っていきましょい。まずは農場の追加です。相変わらずの薬草不足が続く我が村では最優先事項の一つ。大体冬が終わる前にはビーチくなくなっちゃうのよね。春から秋にかけては村人にキメキに気合で何とかしてもらっている現状。これはどげんかせんといかんのよ。でも農場作ろうにも木材が足りねえ。なかなか思うようにはいかないもんなのよね。そこでまた土地ですよ奥さん。銭で土地を買って解決するのです。農場の東側のこの場所、美味しそうな森が広がってるじゃありませんか。こいつはうまそうな子猫ちゃんだぜ。でもさ、確かにこんだけ木があれば結構木材取れそうだけど、前も同じようなことして結局木材足りなくなってなくなくない?そうですね。ですので今回はいきなり木を借り尽くしたりせずに別のアプローチを試しましょう。ということで2535円でこちらの土地を購入。そこに木材採取場を建設。伐採するのは採取場を建設するのに必要な最低限の木だけにとどめます。土地を買っては木を借り尽くすのではなく採取場での安定した木材供給を強化します。SDGs な林業を目指すのね。当然1軒追加した程度では村の需要に追いつきません。2軒目の採取場も建設。こうして木材の供給量を安定させていくのが今後の方針ですね。今回買った土地はこの2軒でほぼカバーできましたから、次に土地を買った際にも森には採取場をどんどん追加していきましょう。農場が2度目の収穫を迎えた秋口には効果が出始め、春先にはそこをついていた木材の備蓄も徐々に戻ってきました。安易にバッサバサ切り倒しちゃあかんっちゅうことなんやな。まあ今年はほとんど追加の建物建てていないということもありますけどね。村を拡大しつつ、燃料など村での消費を賄うにはまだまだ不安がありますね。一息ついたけどまだ解決って言える状態じゃないのよね。食料もそろそろ需要が供給を上回ってきましたね。結構備蓄はしていましたが徐々に減りつつあります。村人にキメキの数も増えたしね。食料生産についてもさらなる増産が必要ですね。ということで冬になったところで畑を2面追加。小麦とキャベツをそれぞれ作付けします。食べ盛りの村人にキメキ抱えてるとほんま大変やで。せっかく肥沃な土地を買いましたからできるだけ有効活用しなければ、まだまだ畑を追加していきたいですね。そして研究については暗黒時代のものを全て完了。村人にキメキ増えたらポイント稼ぐスピードもかなり速くなったのよ。しかしこの先の研究は時代が中世に進まなければ解放されません。条件はレベル2の住宅が10軒。うちの村まだ全部レベル1の掘ったて小屋なのよね。ですので当面はポイントを農業林業のアップグレードに費やして生産性を上げていきましょう。そんなこんなで7年目が終了。備蓄こそ減ったものの今年の冬は村人さんが寒さに凍えることもありませんでした。いいね。でも薬草はやっぱり備蓄なくなっちゃってんのよね。まだまだ畑が足りないのかもしれませんね。ニキネキちょっと薬草食いすぎなんと違うか。人口は93名、100名まであと少しの8年目春を迎えた我が村でした。そして8年目夏の初め、村の人口が100人に到達しました。やったぜ。一つの節目ってやつを突破した気がするのよ。レアカードは生産の小選択。木材採取場にセットして木材生産をさらに強化しましょう。確かに今のとこ完全に木材枯渇はしてないからこれ結構効果あったのね。あと3件程度追加すれば今の人口ならかなり木材も安定すると思いますね。ならまたどっか別の土地買わんとな。さすがに今はコインが足りませんからそれはもう少し後ですね。今は別の仕事に集中しましょう。木材不足を脱却しつつある現在、深刻な問題となりつつあるのが石の工具不足です。ほとんどの村人にキメキが素手で働いてんのよね。現在石の工具や2軒がフル稼働で工具を生産してはいるのですが、正直全く供給が追いついていませんね。なんつうか消費が早すぎなのよ。これもなんとかしなければなりませんので3軒目の工具屋さんを採石場隣に建設。正直1軒程度建てたくらいで解決する気がしないのよ。様子を見て足りなければまた追加ですね。例
正しい市の工具屋さん、住宅のそばだと周辺住民の幸福度下げちゃうんですよね。そうなると建てられる場所が限られわな。建設場所にいつも悩むこの村だと安易に増やすのもちょっと厳しい。公益で賄えるほど村の懐事情もまだ安定していませんしね。そもそも1年で公益できる数少ないのよね。ダブついた怪我は売ってたらそれで終わりなのよ。まあなんとか場所を見つけて工具屋増やしていくしかなさそうです。それまでは素手でのお仕事頑張ってな。すまんな。そして迎えた8年目の冬、工具不足は相変わらずですが、木材と薬草の供給は安定の兆しが見えてきました。そこで新たな事業に手を出します。農場脇にビール醸造所を建設します。ついに三木ねきたちビールの味を知ってしまうのね。醸造したビールは各家庭に配られます。そしてそれが一定数に達した住居はレベルが2に上がります。さっき言ってた中世に進む条件ってやつね。ついにうちの村も暗黒時代を抜け出す時が来たようね。まだまだ安定はしませんが、そろそろ先に進んでも良いでしょう。時代が進めばまた新しい研究も開放されます。その中にもっと村を豊かにしてくれる何かがあるかもしれませんからね。いつまでも暗黒時代に安住してちゃあかんわな。さらに新たな施設をもう一軒、村の中心に酒場を建設します。酒場は村人さんたちの娯楽に関する欲求を充足してくれます。カードはかなり前に買ってたけど資材不足で今まで建てられなくてすまんかった。現在村人さんの満足度、娯楽に関するものが突出して低いんですよね。これでその点も底上げを図りましょう。ビールと酒場が同時に来るとか、こりゃもうウハウハやな。そして8年目の冬が終了。久々に木材と薬草の備蓄を抱えた状態での年越しとなりました。いいね、成果が出てるのよ。新たな年の始まりとともに酒場が完成しました。ええやん。酒場の効果で60前後だった幸福度は70超えるくらいにまで上がりましたね。中心から離れたお家には効果がないのが残念。この手の効果範囲がある施設をあるとなると、ある程度は住宅を集中させる必要がありますね。かといって離れすぎると施設建てても働いてくんないのよね。悩ましいのよ。春の半ばにはビール醸造所も完成。美味しいビールでうさはらしてな。これで我が村も中世への足がかりができましたね。ビール飲んで文明進むってのもあれだけどね。要は贅沢品をたしなむ余裕が文明の証明なんですね。今後も異なる贅沢品を供給するごとに文明レベルが上がっていくはずです。しかし工具不足がちっとも改善しないのよ。もう見渡す限り素手のミキネキでいっぱいなのよ。確かにこれはひどい。やはり一軒程度増やしただけで解決するようなレベルじゃありませんね。おまけに食料備蓄もちょっと危険なレベルになってきました。1000超えてたとこから徐々に減って、そろそろ300切りそう。農業が食料供給の中心になりつつあるので、収穫期にはぐっと備蓄増えるんですけどね。ただ年間の需給を見るとまだ需要強化の状態ですね。人が増えるのになかなか追いつけないのよね。こちらは畑を増やしてなんとかしておきましょう。そして夏の終わりには嬉しいお知らせ、村に最初のレベル2の住宅が誕生しました。やったぜ。こちらがそのレベル2の住宅です。レベル1の掘ったて小屋に比べて立派になったじゃないの。見た目だけでなく税収や獲得できる研究ポイントもかなり増えていますね。この調子で住宅のレベルを上げていけばかなり楽になりそうです。ビール以外にもミキネキたちに配給できる贅沢品があるのな。そうですね、他にも4種類ほどあるようです。もちっと暮らしが落ち着いたら他の贅沢品も楽しんでほしいのよ。今はちょっと厳しいですけどね。せやな。その前に工具の問題とか解決せんといかんのよ。まあ工具不足を解決するには増産するしかないわけでして、移民管理局の正面に4軒目の石の工具屋を建設します。さすがにそろそろなんとかしていただきたい。工具のない状態が徐々に短くなってきています。4軒目が稼働すればおそらく解決するとは思うんですけどね。まあ様子を見るしかないのよ。そして9年目が終了。村の人口は106人となり、レベル2の住宅は3軒となりました。今年はちょっと木材の備蓄がヤバかった。人口が増えると結構あっさりと需給のバランスが崩れるので気を抜けませんね。また4軒目の石の工具屋が稼働したことでなんとか工具の供給が安定、少しずつではありますが工具の備蓄もできるようになりました。やっとミキネキから工具足りないサインが消えてほっと一息。どうも木材の備蓄が急に減った理由の一つは木炭工房ですね。しばらく止めていたこいつを稼働したらみるみる備蓄が減っていきました。石炭の備蓄があるうちは基本稼働停止にしておきましょう。そして時は過ぎて10年目の秋。春から秋はあんま話すことなかったんや。すまんな。村に新たな施設を建設しました。完成、こちら公益所です。公益はこれまで公益校のみで行っていましたが、公益所を建てたことで取引できる回数がさらに増えます。もちっと公益できればもっといろいろ便利になると思うのよね。今まではどうしてもダブついたものを売るのが中心でしたが、これで余ったものを売りつつ足りないものを公益で賄うこともできるようになりますね。そして10年目の冬が終了。今回はこんなところですね。冬が終わっても木材と薬草と工具の備蓄残ってる。いいじゃない。食料についても徐々にまた備蓄が増えつつある状態ですね。最初に言ってた何もかんも足りない問題はやっと解決ってとこかしらね。住宅のレベルアップはその後も順調。
現在レベル2の住宅は8軒まで増えました。中世まであと少しなのよ。次回には中世まで進みたいところですね。それでは安定の道を模索し、新たな時代に進みつつある我が村を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。